キャス選手お疲れ様です。お疲れ様です。まずは前節ボランチでの出場でした。はい。改めて振り返ってみていかがですか？そうですね、まあ、僕自身ボランチでスタメンで出るっていうのが、まあ、公式戦で初めてだったので、まあ、久々にボランチで出てなかなか自分の思い描いてたプレーというかそういうものと比べて、まあ、まだまだ足りない部分が多かったので、まあ、そういう部分はしっかりと反省してまた練習から取り組んでいって、まあ、うまく自分がしたいプレーとチームがやらなければいけないプレーっていうのをしっかりと試合出せるようにしていけたらいいなというふうに思います。そんな中で今日は大分戦に向けて指導しました。今おっしゃってたことなどをイメージしながらトレーニングに臨まれたのでしょうか？そうですね、まあ、今日はオフ明けということもあってフィジカルがメインのトレーニングでしたけど、まあ、シュートゲームのトレーニングをしたので、まあ、その中でもっとゴールを狙うプレーだったり前に入っていくプレーっていう回数だったりっていうのを増やして、まあ、トレーニングからそういうところを意識してやっていかないとやっぱりゲームではそういうプレーが出ないと思うんで、まあ、そういうところはもっと意識しなければいけないかなというふうには感じましたね。そして対戦相手の大分ですが、アウェーでは非常に悔しい負け方でしたが、平津選手はどんな思い、覚えていることを教えてください。そうですね、あの試合僕自身はベンチからスタートしたんですけど、まあ、ベンチから見ていても非常に大分さんがしっかりとボールをつないでサイドからも攻撃できますし中央からも攻撃できますし、なかなか自分たちが思うようなプレーができていなかったなっていう印象で僕は見ていましたね。そして今回はホームでの対戦となります。改めて意気込みとメッセージをお願いします。まあ、上位対決になりますし、まあ、前回アウェーでは非常に悔しい負け方をしているんで、まあ、今回ホームでできますし非常に優勝を狙う上で大きなゲーム、大切なゲームになってくると思うんで、しっかりと勝てるように頑張っていきたいと思います。